台湾空編です。はい、おはようございます。はい、ただいまですね、ジャルシティというですねホテルからですね、今青森から出てきまして、これからですね、ちょっとあの青森駅の近くにある物産展のところを回って、ちょっとですね次のですね青い鳥の、ちょっとロケ地行きたいと思います。そこはですね、青い鳥のですね、あのこの青森からですね、青函連絡船でですね、逃げる場所がございましてですね、そこにちょっと今から向かいたいと思います。目的地までおよそ4キロメートルで、11分ぐらいかかります。目の前に見えるのがですね、物産展ですね。まもなく右方向です。見えます？物産展。まあそこですね、ねぶたですかっけ、あるみたいですけども、ちょっとそこはちょっと行かないで、今回はですねちょっとまっすぐ進みたいと思いますけども、はい、行きましょう。じゃあこれ左ですね。いろいろですね、ちょっとぐるっと回って行きたいと思います。シティはですね、ちょっと良かったことは良かったんですけども、まあ自分の率直な感想をちょっとお伝えすると、まあちょっとですね、実際のですねちょっと建物自体がですね、あんまりですね夜の景色のところはあの期待できない感じですね、基本的に。はい、じゃあちょっとこれをですね右曲がるみたいです。この信号を右です。はい、今日もですねちょっとなんか暑くなりそうな天気予報をですね言ってましたんで、まあ、ちょっと一応時間的にですね、なんかの日中あたりですと25度以上、夏日超えるらしいですね。だからまあ半袖でもいいぐらいな天気らしいです。まあちょっとですね、本当はですね大間の方行く予定だったんですけども、今これからですね弘前城っていうところに行く予定なんですよ。なので大間とはですねちょっと全く方向が反対の方なんで、ちょっと諦めたいと思います。ではですね、
間連絡船でですね、北海道に高飛びじゃないですか、逃げる時のですね、青函連絡船乗る場所に今から向かいたいと思います。あ、なかなかゆっくりできましたね。今もう10時回ってますけども、チェックアウトが11時なんでちょっと気楽ですよね。で、大間の方行こうとしたんですけども、今日結構ですね、先ほどの動画見ていただいている方は分かるかもしれないんですけども、ちょっと魚介類っていうかですね、もうあれで満足しちゃったんですよね。貝の上に乗ってるですね、刺身をですね2個食ったらですね満足しちゃったんで、まあちょっと大間まで2時間半かけて行かなくていいかなと思ってしまって、まあちょっと2時間半っていうのはかなりきついので、ちょっと今回は諦めるっていうかですね、いいかなと思いました。400m も だけどね、これ相当でかいよね。全国にこうやってあるってことはあんまり詳しいことは分かんないですけど、よく見るんですよね、東京とか都内でも。
ちょっとここで切ります。